それではいただきます。ラーメン食べます。いやー、出来上がりますよ、棒ラーメン。久しぶりですね、マタイラーメンね。あー、おいしい。やっぱこういうキャンプ場で食べるものは何食べても美味しいですね。まあちょっと今ちょっと曇ってるんですけど、ぶっちゃけ今のうち撤収したい。雨降るの間違いないんでね。まあ、どっちみちね、家帰ってから、あれですね、洗わなきゃいけないんですけど、洗うっていうか、拭かなきゃいけないんですけどね。どっちがいいんですよ、こういう TC タープと、DC のそのなんだろう、こういうテントのね、普通の合成繊維っていうんですか、ああいうのとね、まあ一長一短あるんですけど、この下に入れてるのはもうビニールシートなんで、まあ穴がね開いちゃうみたいな感じなんですけど、実際ね、いろんな昆虫を見たことない昆虫、実際ね、そのなんだろう、近寄ってこんとって、その昆虫、自分近寄ってこんとって見たこともない昆虫やから、あかん、来たらお前あかん、お前はあかん、お前は来たら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 あかん。見たことない昆虫はちょっと苦手なんでね。知ってる昆虫やったらね、ああ、別にいいわと思うけど、見たことない昆虫ってさ、どんな攻撃力を持ってるか分かれへんやん。そいつが弱いのか強いのかね。ね。だからやっぱり、近づけたくない。本音です。いやーでも美味しいわ。昨日、宿直明けでね、業務スーパー寄って食材買って、ほんで、晴れやったんで、うまいこと初めてパープテント買って初めて立てたんですけど、まあ良かったですね、うん、思ったよりも狭かったのは狭いんですけども、まあそれなりに楽しめたかなと思います。でも寝れましたしね、まあ、どこでも寝れるんで。で、夜中はね、鹿がやっぱりよう鳴いてましたね。うん、雨ん中。でも鹿の糞がめっちゃ増えてるんで、結構。いや、もうここで寝ました、ここで。今の配信しながら動画撮ってるんで。サリンさん、おはようございます。ここで寝ましたね。なんとか寝れましたね。うん。一回夜中1時頃ね、起きてトイレ行ったぐらいで。うん。やばいね、でも。うん。そうそうそう。で、ね、それ1時に起きた時、ちょっといろいろ Amazon で調べてたら、ちょっとね、このインナーテントって広いのがあるみたいで、別のメーカーさんで、それをぶっ込もうかなと思って。うん。もう鹿の糞だらけになってた。だいぶ近寄ってきてたんかな。あんまりいないから、熊は来なかったね、熊は。うん。熊は大丈夫でしたね。イノシシも大丈夫、猿も大丈夫でしたね。まあそんな感じです。いや、マルタイラーメン食べてる。ちょっとね、早めの昼、撮ってですね、ちょっと、家帰って、洗濯して、シャワー浴びて、洗濯して、洗濯物干して、一服して仕事行こうかなと思って。そう。だから昨日、宿直明けで、業務スーパー寄って、ここに来てテント張って、ね、ご飯、昼ご飯食べて、夜ご飯食べて、ね、
まあ、途中で焚き火して、それ寝て、起きて、朝ごはん食べて、うん、マルタンラーメン美味しい。うん、それで、今に至るんですけど、まあ、今日夕方4時から仕事なんで、まあ、3時からもう仕事にね、向かうんで、まあ、それまでにですね、まあ、あの、撤収して、家帰って、ちょっと片付けして、シャワー浴びて、洗濯して、洗濯干して行きたいなと思ってるんで、ちょっと前倒しで帰ろうかなと思って。ちょっと今ちょっと晴れてるしね。晴れてる間に。で、もう2回、昨日夜中に1回と、なんや。で、今1回、2回運んだんで、あと2回、無理したら1回けど、まあ2回ぐらい行ったら、運んだら行けると思うんで、今こう食べてる分とこのクーラーボックス、車に運ぼうかなと思って、ね、食べ終わったら。その後、テントを畳み始めようかなと思ってます。向こうの方でゴロゴロ行ってるんですけど、どうなるんでしょうね。一応カッパ来て、カッパ来てね、カッパがポンチョね、来て、あの、やります。めっちゃうまいわ。やばい。ちょっと早めのお昼撮ってます。まだ食べ終わったらね、コーヒー飲むんですけど、もうコーヒーなかったもん。で、昨日は紅茶やったんでね。めっちゃうまいです。お汁も残さず飲みますね。普段はね、あの、太るんで飲まないですけど、まあちょっとエネルギー掴んで、ハロー。完食。ごちそうさまでした。いやうまかった。乾杯。麦茶ですけど。きれいにね、ティッシュで拭き取って、きれいにティッシュで拭き取って、きれいに拭き取りまして、アルコールティッシュで拭きまして。アルコールティッシュで拭きまして、厚で。きれいに拭き取れたら、こちらもきれいに拭き取りまして、で拭きまして、完璧。
カピカ。そしてこちらの蓋の方も拭いちゃう。本当コーヒー最後飲みたかったんですけどね。これ拭きまして。ましてですね、でスプーンで緩める。でポチャンでこれを閉める、閉める。そしてこれを合併させて、スプーンを入れて出来上がり。そして今度こちらの方は畳みまして、この中に入れます。バーナーね、この中に入れます。そしてこれいつまで持ってんねんけど、ビニールでぐるぐるいつもなんかしてるんで、もともとついてたやつです。でこの中に入れまして、ペタッと蓋挟みまして、この状態で入れます。これだけですかね、バーナー。これだけ。これとこれで、ラーメンができるんでね。もうめっちゃ便利ですよね。それでは皆さん、ごきげんよう。またです。ポチッ。